はい、こんにちは。回ってきましたね、とうとう。来ましょうか。来ました。今回のミッションは、1種類のエギだけを使って、300以上のアオリイカを釣り上げろ。今回ですね、決めてきてるんですよね。はい、買ってきました。ムラチェですね。ムラチェの3号です。1種類縛りってことだったの でストックも可能ってことで、シャローとですね、スーパーシャローも買ってきました。ちょっと今回ですね、攻めたいポイントが自分の中であって、ボロタバとかですね、ちょっと浅瀬、秋の浅瀬はどうなのっていうのがあったのでですね、夕間詰めからナイト始めぐらいまでは狙っていこうかなと思います。それで、シャローとスーパーシャローですね、ちょっと沈下速度を遅めて、巻きじゃくりっていうんですかね、ちょっと引いてくる感じでちょっとやっていきたいなと思っております。今もう、まあ、波の音も聞こえてると思うんですけど、もうポイント到着してて、本命ポイントではないんですけど、ちょっと気になったんで、ちょっと先にそこを叩いてみようかなと思います。300以上ですね。簡単っすよ。ヘディングリッチ。はい、早速1投目ですね。スタートですね。スタートは、ムラーチェのシャローですね。ムラーチェシャローで、はい、ちょっとやっていきたいと思います。この結構あの夕間詰めの時間帯に合わせて、あのムラーチェをちなみに選んでおります。まあ、なぜかというとですね、今回新月後赤潮になるんで、夜はさ、多分月明かりがないんですよ。そこではちょっとケムラは発揮されないんで、その前に、はい、本命ポイント到着です。ちょっとここでですね、はい、やっていきたいと思います。ポイントはサーフです。このポイント移動が運命を大きく変えた。はい、ポイント移動ですね。結局長時間長考。このミッションって24時間ですよね。ってなったら今日の夕方6時にスタートしてるんで、明日の夕方6時までは OK ってことですよね。ここはね、ちょっとリーダーの方に確認しないとわかんないから。 OK。 ポイントチョイスが間違えとったかな。いや、間違えてね、よかったんだけどな。無言の浅間詰め開始。2023年10月18日中潮、6時26分日の出、現在6時30分。浅間詰めのタイミングにベイト捕食のアオリイカを狙ったエギング長考。ここまで釣れんかってぐらい釣れんな、マジで。いやー、ここちょっと厳しい気がするな。はい、賞味残り30分もないぐらいですね。お仕事の時間があるんでですね、お風呂も一回入りたいので、水深が下がってるんでどうかわかんないですけど、とりあえずムラチェのスーパーシャローですね、これ。違うんだな。釣れたけど、釣れたけど、明らか300ないんで、リリースします。なんだ、がっつりかかってるから、ほら顔にもかかってるから、ほら
エギング日記。来たけどちっちゃいな。来たな。来たけどちっちゃいのよ。あ、300あるんじゃない？え、これ300あるんじゃない？はい、 0g ですね。全然やった。240でございます。朝の部終了いたします。エディングニッチ、はい、始まりました。第3ラウンド目に入ります。10月18日、中潮、17時45分日の入り、現在15時30分。夕まずめのタイミングにベイト捕食のアオリイカを狙ったエギングチョウコ。気持ち潮効いてんのかな。さあダメ、来ましたよ。ここは釣れるんだけどね、ちょっとサイズがちっちゃいな。はい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 、痛い痛い痛い、どうもありがとうございます。エディングニッチ、テトラポットに移動ですね。あ、来た、外れた。最悪、外れた。おるぞ、おるぞ、おるぞ。イカやん。あれイカでしょ。ネス1に落としたんじゃないの。ほらあれイカやったろ。ほらゼロで、あぶね、どんぐらいでしょうか。はい、200ぐらいする。200、あと100が足りないんだよな。ありがとう。何がイカの気持ち知りてえな。一回どんなとこ好むのか。これ来たね。今のは勝ったよ。ナイスステイ、いいですね。サイズはね、サイズ変わんねえな。さっきと、お、待って、ちょっと大きくなったんじゃないの。気のせい。真っ白結局やな。どうしたん。ちょっと測ってみる。一応はい、ゼロです。うわ、惜しい。今回最大250ちょっとあったっすね。319あればいいんだよね。319、はい、ありがとう。エディングニッチ、はい、戻ってきましたね。戻ってきましたよ。4時半、あと1時間半っすね。こっから夕まずめ本番っすね。マジでここで取っときたい。危ない。長渕に使えればよかった。
夕まじめ捕捉の時間帯でしょう。あーきつい。アラームをしましょうかね。見えるかな。6時でアラームをします。これが鳴ったらおしまいですね。今触ったな。あー残り30分も切りましたよ。ゴールデンタイムのはずなんだけどな。このフィールドでほげたことはないんですよね。仕事も早めに切り上げてきたのに出れないの悔しい。さあ限界も近づいてきております。私の体力も待って。今めっちゃ潮いい。今日一潮がいい。今日一潮がいいぞ。お願い帰ってこい。53分あと7分でございます。奇跡を起これ。これが現実でございますね。残り5分、あと2頭3頭ぐらいかな。来たよ。来たんじゃないこれ。最後です。これマジラストじゃない。うわなんかちっちゃそう。これラストチャンスじゃないんじゃないですか。超ちっちゃい。59分、ラスト1投ですね。ラスト1投いきます。これが最後の一投です。なりましたね。これまでカウントさせてください。6時ですね。終了でございます。ただこの一投だけさせてください。最後くそー。マジか。悔しいわ。めちゃめちゃ悔しい。くっそー。罰ゲームがね嫌だとかもうそんなのはマジないんすけど、マジで悔しい。この達成できなかったこともマジ悔しい。いや分からんまだ分からん。まだ分からんかった。この一投があった。普段細かい動きを早めのワンピッチを入れることによってやっぱちっちゃいかスイッチが入りやすいのかな。なんかタンタンタンってした時にやっぱ乗ってきたもんな。来たー。来たろこれ。これ来たー。来たー。これは来た。これ超えたんじゃない。これは超えたやろ。
初速めっちゃ良かったよ。ほら来たでしょ。これはこれ来たんじゃないの。これこれは300超えてるでしょ。どうなの？いやこれ超えとるやん。絶対絶対超えとる。これこれは超えてるでしょ。これいった絶対。これはいったぞ。ちょっと待って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 。無理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 。これ来た。これは来たでしょ。お願いマジ頼む。これはいゼロですね。行くよ。ダダダダッシュ。エギ抜いても500あるやん。ラストの一投までいいですよね。いいんですよね。やったー、マジよかった。粘って泣きそう、泣きそうでございます。これはやばいでしょう。これは普通に見ましたよね。時間今何時かな。まあ6時、今4分ですね。6時4分、5分になりましたね。5分。でも最後の一投ですね、海の中にエギが浸かった状態でのアラームだったのでセーフですよね。はい、来たー。奇跡って起こるんですね。昨日の6時から、はい、打ち続けることですね。まあちょこっとね寝たりとか仕事でねちょっと空いたりしたっすけど、うーしー、ミッション達成。アオリイカ、1種類のエギで 300g 以上を釣り上げろ。ゲットっすねー。しゃー、ジッチ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